船員が持って帰ったもんですよ。調べてみたら南太平洋で水爆実験になった翌日なんです。この液体は生きている。第二龍神丸の化け物が東京上陸したって言われてる。核のごとく我々人類が自ら作り出した放射能で人類絶滅の危機に直面しておる。この放射能にも打ち勝つ新しい生命が生まれてきた。液体であってしかも人間の精神活動を持っている液体人間とですか。遠征時にラタードは決死会に全身機動をかけ指揮官僚という攻撃の意図を示していることは、こちら防衛司令官、各地区へ異常警報、第二戦闘集団直ちに発進。発進。ただいまより敵円盤に対し攻撃開始。敵円盤を受け入れ発射。